はい、皆さんこんにちは。ヒロシの G ニュースチャンネルです。えー、今日はね、なんか Yahoo ニュースを見ていたらですね、なんかあの、ふなっしーを最近テレビで見ない理由っていうのがあって、しかもあの、本人にロングインタビューしてるんですよ。で、これ見てるとですね、あ、ふなっしーこんな大変だったんだなっていうのが分かったので、ちょっとね、放送してみようかなと思いました。 よろしくお願いします。まずね、ちょっとね、長いんですけど、<laughs> 本文をね、全部ちょっと読んで、その後にね、自分なりの感想を述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。確かに、ふなっしー見なくなったね。でもね、なんか本当大変なんだってね、これ見てるとね。はい、ちょっと読んでいきます。えー、梨の妖精として8年前登場してから一躍人気キャラクターとなったふなっしー。最近は、 テレビで見る機会がめっきり減ったが、全国各地で行うイベントでは相変わらずの大人気ぶりだ。うん。なぜテレビからイベントへの活動の場を移したのか長きにわたり人気を維持する理由はどこにあるのかそして近い将来に考えている驚きの計画とは、ふなしい本人が全て語ったっていうことですね。すごいですね。はい。ダイヤモンド編集部さんがこの記事をまとめてるんですね。はい。失礼いたします。えー、っと。過激化するロケで満身創痍に。 フナッシーをテレビで見る機会が減りましたどのような理由からですか、えー、そもそもタレントとして活動する意思がなかったというのが一番の理由芸能事務所からお誘いもありましたが全部断ったなしなーって書いてあるねへテレビに出るタレントの子はテレビに出たくてオーディションを受けて事務所に入って活躍するとしていると思うなし。 でもフナッシーはテレビ局から呼ばれたら行くだけこの仕事をすればみんな喜ぶだろうなっていう仕事を選んでやってきたらッシーふんンん、なるほどしかしテレビが求めるのは過激な映像が多く受け入れられない仕事が増えてきたのでそれを断り続けてきたその結果テレビの出演が減ったらッシーなるほどそういうことか、えー、例えばどんな仕事のオファーが来るのですかそう気になるよねはい えー、体に火をつけて走ってください。<laughs> 体に火をつけて走ってください。トラックに引かれてくださいとか言われるんですけど、スタントマンをやりたいわけではないので、ちょっと違うかなと。<laughs> なるほど、それはそうだよな、えー。テレビ局側としては、ふなっしーに今までやったことがないことをやらせたいから、過激さに拍車がかかるなしなぁ。 でも過去には爆破もやったし、南極に行って海に落とされたり、爆破、えー、アメリカでは飛行機から落とされたりしているので、これ以上やることはないだろうって。なるほどね。爆破、そういえばあったね。うん、あったあった。ちょっと待ってね。はい。次いきます。みんな覚えてるよね。爆破知らない。ちょっと後で検索してみよっか。いや、そんな仕事ばかりだと体調を崩すこともあるのでは、えー、?4、5年前まで。 にあ4、5年前、メキシコでジンベイザメを追うというロケをやったんですが、ボートに長時間乗り、映像が撮れるまで海に潜ったり上がったりを繰り返したなしなロケから帰ってきたら脱水症状を起こしていて、下痢と嘔吐もひどくて、病院から入院が必要ですと言われたなし。かわいそう。下痢と嘔吐がひどいってやばくね。すげえな。<laughs> 別の梨汁が <laughs> 出てくるんだね、えー、しかし、時間がないからといって退院させられ、翌日はセノーテの泉という場所へ潜りました。 頑張って潜ったんですけど、水面に浮いていくさなんか、走馬灯みたいのが見えて、その時、あ、死ぬなと思ったらしなぁかわいそう、マジか、ふなしめっちゃ、めちゃくちゃ不なしいハードだったんだね。 えさらにメキシコなのでプロレスやってください <laughs> と言われて下痢がひどかったんですけどボディスラブでマットにたたつ叩きつけられた時は別の梨汁が出ちゃうんじゃないかと思った,らしな,ーたなしな出た別の梨汁かわいそう梨汁ブシャーってリアルになっちゃうんだやばいねうん。 はいそれから過激な仕事は徹底的に断りまくったなしでも今でも船橋を紹介するテレビ番組とか千葉を応援するテレビ番組のオファーは受けているなしなるほど、えー、腰の調子も良くないと聞きましたが腰は徐々にやられてきて <laughs> ついに昨年ナシニアヘルニアになっちゃったなし <laughs> ナシニア <laughs> かわいそうナシニアになっちゃったんだ。 なしのシーン人でいう背骨の液がちょっと漏れちゃったみたいなしなかわいそう <laughs> 2ヶ月ぐらい耐え難い激痛がついて歩くこともできなくってイベントでは椅子に座って話とかしてでも仕事自体ちょっとセーブしないといけないと思ったなしなーかわいそうハードだったんだねヒロシもぎっくり腰やっちゃったことあるけどあれは無理だ ね、うん本当にとんでもないぎっくり腰の痛さはなったことある人にしかわからないよでものすごいも,も,もう立てませんって仕事行った時さおすすめのねすごいね鍼灸師の先生がいるから紹介してやるよっつってさ紹介してもらったね張りながら行ったんだよねはあ、はっ、あ、つってさもうそうしたらさそこさマンションの2階にあってさエレベーターねえんだよもうん当にふざけな殺すけど階段の前で俺傍然としたもんねうんまあ、いいやどうでもよかったね、はいえー、入院もできず はい、入院はしないで毎回ブロック注射で痛みを抑えたなシーン <laughs> かわいそう出たブロック注射 <laughs> なるほどねふなっしーを最近あごめんごめんごめん間違えた、えー、東日本大震災がふなっしーを生んだということですねなるほどなるほどちょっとちょっと待ってねこれ少しもうあこっちの方がいいのかなあごめんごめんごめん,ごめんね今ちょっと移動してた、えー、テレビ出演を減らした今、えー、主にどんな活動をしているのですか 今はイベントを中心に活動してるなし、フナッシーランドというお店をやっているので、そこでお客様相手にイベントを開催したり、イベントは来てくれた人と触れ合ったり、トークが中心なので過激なことはしないなし。なるほどね。あと、公式サイト274アワーかなという動画配信サイトもやっており、そこでイベントを行ったりもしていますなし、先ほどもともとタレントになる意思はなかったとおっしゃいますが、活動の方向性はフナッシーはあくまでご当地キャラクターなし。 船橋と千葉を PR して日本を元気にするというのは当初から今に至るまで変わっていないなしいなるほど、えー、マスメディアを介してではなくイベントなどで直接ファンと触れ合い活動を増やしていくということですねうんん、えー、その方が皆さんに喜んでもらえると思うなしただ地方に住んでいる人など船橋になかなか会えない人もいらっしゃるのでテレビのオファーもたまにはお受けしてるなしいなるほどはいはいはい、えー、そもそも、えー そもそもフラッシーが生まれたきっかけは何だったんですか 2011年の東日本大震災がなければ、ふなしが、な、えー、梨の妖精としてこの世界に舞い降りて、いてくることはなかったと思います梨なしなてなるほどね。東日本大震災が生んだんだ。すごいね。災害の、災害の中、混沌の中生まれた妖精だったんだね、ふなしは、はいえー。震災後、回避会など、いろいろな出来事があり、不景気になりました。当時、ウェブサイトのビジネススクールに通っていて、船橋を活性化させるようなサイトを作りたいという課題を受けたなし。 それで船なーが舞い降りて、船橋を PR することを考えたなしい。2011年11月にツイッターを始めたところ、すごく反響があり、それから三次元の世界、現実の世界に舞い降りたなっしなるほど、ようこそお越しくださいました。本当に元気になったと思うよね。 はいえー、この話読者に伝わるかな分かりやすく言うとフラッシーの側を作って活動し始めたということなしななるほどフラッシーの側なるほど現実の世界で活動を始めてからものすごい人気だということに気づいたのはいつ頃ですかはい次のページ行きますねーはい、えー、最初は三旦三旦たる三旦たる何だこれ、えー、これえっとこれヒロシさいつもさ漢字が読めなくてさエフラン大学のクソ学校に行っててさし お三端たるだってこれごめん最初はこれあのねみんな読めるっちゅうでしょ書けって言われたら書けないよこれむずいよはい最初は三端たるものだったらしい船橋市とは関係なくやっているので何も後ろ盾はなく怖いというか完全に不審者扱いなし自分の町の空き地に変なキャラクターがいたら気持ち悪いでしょなるほど はい、ツイッターで徐々に認知度上がっていったのですが決定的だったのは朝日飲料16茶のテレビコマーシャルの出演、えー、各県1キャラ選抜というので応募したら選ばれたなし千葉県にはマスコットキャラクターのチーバ君がいるのですが県のキャラクターなので特定企業の応援はできないので船市に白羽の矢が立ったなしななるほどねそういうことだったんだ。<laughs> はいえー、16社のコマーシャル撮影時多くのキャラクターがいる中で存分に暴れて PR していたらその後朝の情報番組『すっきりに呼ばれたなしそこで当番組の MC を務めるお笑いタレントの、えー、加藤さんと相撲することになり激しく投げ飛ばされたなしそう加藤さん相撲強いんだよねうん。 はいえー、それ以降テレビからのフォアが急激に増えたらしいそうふフラッシビュビヨンンンってあのすごいジャンプするじゃんあれがすごいよねあんなしじりブシャーっていうなんだろう普通のさあ,あのー、ほらああいうゆるキャラってさ喋らないじゃん喋るし跳ねるし飛ぶしなんかゆるキャラゆるくないんだよとわってんだよすげえ見た目はゆるいけどさそれがすごかったよねフラッシュの,の衝撃であの声 うんあれはもう本当に面白かったね。出てきた時衝撃だったよ。はい。もうすぐ10年なんだね。はい。フナッシーが世に出てすでに約8年。息の長いキャラクターになりましたね。当初はフナッシーの人気は続くのは半年ぐらいだろうと思っていましたし。だから半年はどんな仕事も断らずに頑張ろうと思ってやってきた。その結果今につながっているのかな。ああ、ふシっしー偉いね妖精なのにね、えー。これだけ長きにわたりファンに愛される理由をご自身はどう考えていますか フナッシーは以前から Twitter でこまめに情報を発信していますなし、ファンの皆様の意見もつぶさに見ていますなし、ああ、なるほどね。そうした中で思うのは、フナッシーという現代のおとぎ話に魅力を感じているのかなと。不審者扱いされるような名もなき一匹の梨の妖精が、どんどんスターダムにのし上がっていく中で、いろいろな出来事があり、 ついには日本武道館ライブまで実現するこうした物語がふなっしーの人気の背景にあるという気がするなしーということですねいやふなっしーすごいよね最初は震災を応援するために生まれた元気づけるために生まれた妖精だったんだねすごいよねうん尖ってるすーげえかっこいいねうんまあこれヒロシのさあのー、な,なんていうんだろうなあの勝手な妄想っていうかあれなんだけどなんかふなっしーとさかなクンって似てるなって最初思ってさ最初なんかもしかしてさかなクンが入ってんじゃん なないいいかととと思っったたんだけどねねねく違ってた、ね、はい、ということで、ね、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、まあ、今、ふなっしーは、ね、今もう現状今こんな感じねテレビで見ないけども頑張ってほしいですよね。もうテレビなんか出なくていいですよ。ね YouTube 出てください。ね自分で放送を取ってさあげればさね収益も入っていくんでしょねだからもうどんどんふなっしー今後も応援していくので頑張ってください。よろしくお願いします。はい ということでね、えー、今日はこのぐらいにさせていただきます。ありがとうございました。でもしね、あのチャンネル登録とかね、していただけると大変励みになりますので、えー、もしよかったらよろしくお願いします。で、あのー、コメントとかね、この件に関してコメントとかあったら、ぜひどんどん書いてください。はい、盛り上がるの楽しいですので、はい、では今日はこのぐらいで失礼いたします。ありがとうございました。